こういうことなのか。あの配布資料の1枚目を見ていただければ、これはあの公文書管理法第1条目的の規定であります。この法律は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、国民主権の理念にのっとり、飛ばしますけれども、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政機関、行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とするというふうにあるわけです。ですから公文書を改ざんするということは、民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源を改ざんすることであって、現在及び将来の国民を欺く行為である。内閣府にお聞きしたいんですが、一般論としてやっぱこういうことになると思うんですが、いかがでしょうか。長坂内閣府大臣政務官。お答え申し上げます。公文書管理法は国の諸活動等の記録である公文書等の適切な管理を図ることで、国の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにするという重要な目的を有しているものと認識しております。国民への説明責任を果たすためには、国の諸活動すなわち行政機関における意思決定過程等について、可能な限り正確に文書を作成することが必要であり、一般論として申し上げれば、一旦確定した行政文書をしかるべき手続きを踏まずに変えてしまうということはあってはならないことだと考えております。以上。藤野康文君。あってはならないことというのはまあその通りなんですが、やはりこの公務書管理法の趣旨からして、これはなぜあってはならないか。それはやっぱり国民共有の知的資源を改ざんすることであり、現在そして将来の国民を欺く行為だから、これあってはならないわけですね。長坂専務、そういうことよろしいですか。長坂内閣府大臣政務官。委員長。藤野康文君。そういうことだという答弁を、いただきましたが、まあ、要するに憲法の最も大切な理念である国民主権に関わる、まさに国民の共有資産であり、現在及びしかも将来の国民にも関わる、その主権をないがしろにする行為だということであります。で、このことは同法の立法式から考えますとさらに浮き彫りになってまいります。同法は2009年に全会一致で成立しましたが、衆議院段階で修正が加えられております。原案にはなかった文言が加わっておりますが、それはまさにこの配布資料の1の下線部に書いておりますところなんですね。まあ、正確に言いますと、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑みという文言が追加をされたわけであります。内閣府に再びお聞きしたいんですが、なぜこの修正が追加が行われたんでしょうか。内閣府長坂大臣政務官。お答え申し上げます。ご指摘の文言につきましては、公文書管理法制定時の国会審議の過程におきまして、主権者たる国民の立場に立って公文書が国民共有の知的資源であり、国民が主体的に利用しうるものと位置づけることによりまして、公文書の管理に携わる行政の立場のみならず、公文書を利用する国民の立場についても公文書管理上明文で裏付けるという趣旨から加えられたものと承知をいたしております。藤野康文君。趣旨は今お答えいただいたところにあるというふうに思うんです。要するに国民の権利をより強調するためにあえてこの修正を行ったということなんですね。で、ここでちょっと配布資料の2枚目を見ていただきたいんですけれども、で、上川大臣にもお聞きをしたいんですが、こう修正案に対する、まあ、いろんな質疑も行われております。で、この間修正案、まあこの修正案に対する答弁者として我が党四共産党、そして自民党、民主党、当時そして公明党、社民党の5会派を代表して答弁に立って、
いらっしゃったのは、まあ、他にもいらっしゃいますけど上川大臣ご本人ですね。まずその点について。その点だけです。上川法務大臣。私も議員邸の一人として参加をいたしました。以上。藤野康文君。そしてその配布資料の2がですね、その上川当時の委員が要するに代表してそのまさに目的規定の1条についてなぜ修正したのかという部分を説明されている答弁であります。黄色いところに強調して書いておりますが、要するに民主主義の根幹を支える基本インフラであるという認識、また同時に国民に対しての説明責任を果たす上でも大変大事な財産である、ここにしっかりとその意味、意図、意思というものを反映させるべく明記をしたと。そして第二も私大事だと思うんですね。でこの、まあ、文書の適正に作成することの重要性を踏まえて、行政機関の意思決定のみならず、その経過も含めた意思形成過程や事務作業の実績を合理的に後付けることができるように文書を作成することが大事であることについて明文化したというふうにも、上川、院と大臣、まあ、が説明されているわけであります。上川大臣、大臣は先ほど来指摘あるように初代の公文書管理担当大臣で、いらっしゃいますし、加えてその後の国会審議を経てこうある意味前途与野党を含めて修正を行ったと。でまさにこの法律の肝としてその国民の主権を強調しようと、それが大事だということで目的規定に加えた、その趣旨まで説明されたのが、大臣であります。その大臣をお聞きしたいんですが、私は事務方は別として、大臣としても初代の担当大臣、法案を国会に提出された責任者である、そして政治家としてもその修正作業にまさに先頭に立って関わってこられた、私はここまで深くこの公文書管理法に関わった議員というのはいないというふうに思います。そうした政治家としてのご所見を伺いたいんですが、まさに今回この公文書管理法の根本中の根本、趣旨である民主主義の根幹、国民に対する説明責任、そして意思決定のみならず経過を含めたその過程、それを合理的に裏付けると、こうしたこの法の根本の趣旨を踏みにじられた、このことへの政治家としての思いは何かないんでしょうか。上川法務大臣。委員ご指摘のこのご提案、ご提示いただきました配布資料2のところにつきまして、私がこの審議の、この法案の審議の過程の中でこのような修正のポイントにつきまして、2点先ほどご指摘いただきましたけれども、申し上げたことについてはその通りでございます。この公文書管理法の背景にありました、そもそも文書が作成されていない事案、あるいは文書が廃棄された事案、こうしたことを受けた上でこれに対して行政機関がですね、活動する上で将来また現在の国民に対して説明責任を果たすことができるようにしていくためのこうした法律をしっかりと作っていくということの中で、このような発言もし、また修正もやらせていただいた上で発言をしたものというふうに思います。でここのところ の黄色いマークがついてない前のところでありますが、下の段でありますが、文書を適切に作成することの大切さということにつきましても実は非常に重きを置いたものでございまして、その意味で作成するというプロセス全体をですね、その文書の意思決定のプロセスが明確になるようにということも具体的に挙げて、この作成をしっかりとするということを明示したものでございます。そうした公文書管理法の理念、さらに目的、さらにそのこれを実践するための規則、そしてそれぞれの省庁がそれぞれの組織の特性に応じてこのことについて正面から取り組んでいただくということが極めて重要であるということ、この認識については今も変わりありません。藤野康文君。いや私がお聞きしたのはその一般論
その通りだと思いますし、しかし私がお聞きしたのはまさにそうした法律を作られた、大臣として、そして修正にも関わられた政治家として、今回の森友解散文書というのはまさにその法の趣旨の根本を踏みにじられたと、そういう認識ないんですかって、そういう質問なんです。上川法務大臣。先ほど申し上げた公文書管理法の趣旨に照らして行政文書の書き換えにつきましては、現在財務省において調査中であるというふうに承知をしているところでございます。行政文書の重要性、こうしたことに鑑みますと重く受け止めているところでございます。国民の皆様から信頼が得られるように丁寧な説明を尽くしていく必要があるというふうに思っております。以上。藤野康文君。ちょっと残念な、答弁だったというふうに言わざるを得ないと思います。長坂政務官にはここでご退席いただいて、次の公務があるということですので。そして同時にですね、これちょっと公文書管理法だけでなく、これは三権分立にも関わる大問題だと思います。財務省という話ありましたけれども、これは単なる一省庁の問題ではなく、やはり行政府と立法府との関係全体に関わる問題だと思います。森友問題に関して内閣の責任を追及していた国会に対して、与党を含めて資料を提出していたことに対して、まさに内閣府が嘘の資料、改ざんした資料を提供して出してきたと。その結果何が起きたか、本来国会が追及していたであろう責任が追及されなかった。今は内閣財務省の改ざんという話になってますけれども、当時はそこまで鮮明ではないわけですよね。いろんな形があり得た。今も国交省もかかっております。いろんなところかかっております。要は我々がずっとこの1年以上求めてきたこの資料請求に対して、行政府がそれを改ざんしてきた。それによって憲法が定めている国会の国政調査権、立法府による行政府の監視、こうしたことが機能しなくなったと。まさに権力分立、これが蹂躙されたということだと思います。大臣にはこういう認識ございますでしょうか。上川法務大臣。委員からも先ほどこの公文書管理法の目的規定について読み上げていただくことができました。健全な民主主義の根幹を支える、まさに国民共有の知的資源であるということでございます。その意味で行政機関、こうした行政文書の適切な管理、そして作成、さらにはその利活用も含めまして、責任を持って国民の皆さんに現在あるいは将来説明していく責務があるというふうに考えております。その意味で現在この文書にかかる信頼性につきまして、さまざまな問題が起こっているところでございます。財務省におきましての調査しっかり尽くし、また国民の皆様に対しましてもしっかりとした説明責務を尽くしていく必要があるということを改めて、申し上げたいというふうに思います。以上。藤野康文君。私がお聞きしているのは公文書も大事ですし、それもお聞きしました。それを踏まえた上で、やはりもう一つの国民主権とは別の三権分立という憲法上の原理から見ても、今回の問題というのは非常に重大だと。3月14日の参議院予算委員会で金子委員長は冒頭でこう述べられました。これは財務省に対して決裁文書を含むさまざまな文書提出を求めてきた本委員会に対する冒涜である。それだけでなく行政全般に対する国民の信頼性を失わせる言語道断の行為でありますと、こういう指摘であります。行政全般。さらに安倍総理自身もですね、同じ日の委員会でこうおっしゃってるんですね。行政全体に対する信頼を揺るがしかねない事態、行政の長として責任を痛感しているところ、改めて国民の皆様に深くお詫びを申し上げたいと答弁されております。大臣、改めてお聞きしますが、今回の改ざんというのは行政府が立法府を冒涜したという問題であり、まさに行政全体に関わる問題だ、こういう認識はないんでしょうか。
上川法務大臣。行政府のが国会に対してしっかりとした説明責任を果たすということにつきましては、それぞれの行政機関がその職務の責任において実施すべきものというふうに考えております。今回の事案にかかる部分でございまして、私は法務省ということでございまして、お答えすることにつきては差し控えさせていただきたいと思いますが、財務省におきましてしっかりとした調査をした上でしっかりとした説明責任を果たすべきものと考えております。以上。藤野康文君。いや、もうちょっと大変これは認識として不十分と言わざるを得ない。一言のような、公務所管理についてもそうですし、三権分離という行政全体の問題ではないかという私の質問に対しても財務省とおっしゃると、これ本当にもう大臣として大問題だと。野党は今これ内閣総辞職に値する重大問題だとしてこう一致して取り上げているわけですね。ですからそういう認識がこうないとですね、この大変な問題になってくると。27日には承認喚問、この衆議院でも行われます。この問題については引き続き厳しく追及していきたいというふうに思っております。で、次に司法取引制度、これについてお聞きしたいと思います。法務省は先日改正刑事訴訟法に盛り込まれた合意制度、いわゆる司法取引の施行日を6月1日にすることに決定をいたしました。で、司法取引とは一般的には容疑者や被告が共犯者らの犯罪事実を明らかにする、その見返りに起訴を見送ってもらったり、あるいは刑を軽くしてもらうと、ざっくり言えばこういう制度でございます。しかしこれ刑訴法改定の国会審議では、本当に各党やあるいは参考人の皆様からも警察による恣意的乱用の恐れ、とりわけ無実の人を冤罪に巻き込む引き込む恐れ、これが本当に強く指摘されたところでございます。大臣お聞きします、確認しますが、これは合意制度によってその被告や容疑者が合意後に虚偽の供述をして無関係の第三者を巻き込み、あるいは事実を歪曲して虚偽の供述によって第三者に責任を転嫁する事態、これはあってはならない、これ当然だと思いますが、そういうご認識ですね。上川法務大臣。お尋ねの合意制度につきまして、被疑者被告人が虚偽の供述をして第三者を巻き込む恐れがある、こうした指摘があることについて、このような事態が生じることを絶対に避けなければならないということでございます。当然のことであるというふうに考えております。以上。藤野康文君。問題はそれがどうやって担保されるのかということであります。法務省にお聞きしたいんですが、3月19日に、隠滅通達を出されておりますが、ここで6ページなどに、他のページも出てきますが、要するに信用性を担保するものとして裏付け証拠とたくさん出てくるんですが、これは客観的な証拠に限られるんでしょうか。辻刑事局長。ご指摘の通達では裏付け証拠とによる信用性の十分な吟味ということを強調してございます。具体的には裏付け証拠が十分にあるなど積極的に信用性を認めるべき事情がある場合にのみ合意をすることとあるするとなどというふうに通達で述べているところでございますが、そこでいう裏付け証拠でございますが、客観的証拠には必ずしも限られていないものとは承知をしておりますけれども、同じ通達におきまして今も申し上げたとおり、積極的に信用性を認めるべき事情がある場合にのみ合意することとすると、さらには同地図に発しました別の通達におきまして、この点を含めまして合意をするかどうかにつきましては高等検察庁の検事長の指揮を必要とする、さらには最高検とも協議をするということを必要とするというふうにしております。
まあ、いわば全検察を挙げて合意をするかどうか、まあ、その前提としての積極的に信用性を認めるべき事情があるかどうかということを吟味するということでございますので、通達の趣旨に沿った運用がなされ合意制度が乱用されることはないものと考えてございます。委員長、藤野康文君。まあ、要するに供述も含むということであります。まあ、そもそも供述というのはこうそれ自体では信用性に欠けるから、客観証拠で補強しようという、まあ、そういうものなんですね。供述そのものがそうです。で、今回問題になるのは取引、まあ、言葉としてあれですけど合意の下での取引、自分を軽くしてもらう、それと相対での供述なんですね。普通の供述以上にバイアスがかかる、一層信用性が認めがたい、認めにくい、そういう性質を持たざるを得ないのがこの合意制度における供述なわけであります。ですがこれどうやって、ここなんかいろいろ書いてありますけども、この通達にはこの担保していくのか、これ本当に今後私も厳しく追及していきたいというふうに思うんですね。言葉だけ、なんか、確実な吟味とか裏付け証拠が十分と言ってもこれでは全く担保にならない。で、この商取引制度と関わって指摘したいのが、あの共謀罪法の問題であります。この商取引制度も日本の刑事司法制度史上、まあ、初めて日本に導入されるものでありますし、共謀罪も、まあ、ある意味今までの日本の刑事司法制度にはなかったそういう法体系、法体系といいますか、そういうものをまあ持ち込んでくるわけであります。相入れない異質なもの、これがどう運用されるのかというのはまさにこれから問われてくる。導入時にはいずれの制度も憲法や刑事司法の専門家からも、あるいは日弁連や自由放送団などの実務からも憲法違反であり人権侵害を引き起こす危険が高いという指摘を寄せられた、国際的にも寄せられております。この2つがどういうふうに運用されていくのか、例えばですけど法務省にお聞きしたいんですが、司法取引の対象となる特定犯罪のうちテロ等準備罪、いわゆる共謀罪の対象でもある罪は数としていくつあるんでしょうか。法務省辻井刑事局長。お尋ね点でございますけれども、いわゆる合意制度の対象となる特定犯罪、それから組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律で別表第4に掲げられている罪、まあ、いわゆるテロ等準備罪の対象犯罪、これに今一定程度重なりがあることはご指摘のとおりでございますが、ちょっと申し訳ございませんが、数につきましてはちょっと突然のお尋ねでございまして、必ずしも数えてございませんので申し訳ございません。藤野康文君。これは通告してたと思うんで、資料をそもそも法務省からいただいたものでありまして、配布資料の3を見ていただきたいんですが、これは私どもで数えました120あるんです。もし違ってたら訂正していただきたいんですけども、確かにこの司法取引の制度とそして共謀罪、立て付けが違うといいますか、それは私たちも理解をしております。今日私が問題にしてますのは、少なくともこの120の罪について捜査機関が2つの制度、共謀罪法と司法取引制度という2つの、まあ、ある意味武器を手にするということなんですね。この配布資料さん見ていただきますと、本当にいろんな犯罪があります。今話題の文書改ざんもありますし、あるいは組織的なさまざまな犯罪もあるし、経済犯罪もかなり含まれております。この会社再建しようと思っていろいろ努力したら、なんかそれは会社構成法違反になるかもしれないというようなことも含めてですね、こうした現時点でも100を超える犯罪について警察は共謀罪と司法取引という新たな手段、非常に使い勝手のいい手段を2つ手にすることになると。これしかも初めて運用されるんですね、これから日本の刑事司法で両方初めてであります。どのように運用されるのかわからないし、構成要件の曖昧さや、あるいは録音録画などの情報公開もないというもとで現場の裁量極めて大きい、これも共通しております。大臣お聞きしたいんですが、これ捜査機関の権限というのは共謀の段階から司法取引の段階までこれ極めて大きくなるんじゃないですか。間違いないですよね。いや大臣、
通告したよ、辻、刑事局長。簡単な話、ちょっと前提についてだけ申し上げさせていただきたいと思います。合意制度の対象犯罪は改正後の刑事訴訟法第350条の2第2項に規定されているところでございますけれども、その中にテロ等準備罪は入ってございませんで、合意制度の対象犯罪とはされていないということでございますので、テロ等準備罪を、いわば追及するために合意制度を用いるということはできず、したがってそのための乱用ということも考えられないというふうに思っております。私の質問をしっかり聞いていただきたいんですね。それ分かっております、その立て付けとしては。しかし警察はこれらの少なくともこの120の罪について両方使えるということを言ってるんです。共謀段階だったら共謀罪使えるし、商取引もきついになってですね、商取引になったらこれ使えると。要するに初めの段、極めて長いスパンで警察は新たな武器を手にしたと。大臣、そういう認識ありますか。上川法務大臣。この合意制度の対象犯罪、そしてテロ等準備罪との関係ということで、先ほど局長が答弁したとおりでございます。このことについては、合意制度がテロ等準備罪の捜査において乱用されるということは考えられないということでございます。藤野康文君。残念ながら大臣は今日私の質問に一度も噛み合ってお答えいただいてない。これ大臣所信質疑になりませんよ。私はこの2つの制度が動き出す、少なくとも6月から2つ動き出すわけです。このことによって警察の権限が大きくなる。しかしそれは構成要件曖昧だし、情報公開も不十分なもとで、現場の裁量非常に大きいと。そうなれば真面目な警察官もいらっしゃるでしょうが、しかしこれまでの警察の動きを見れば人権侵害の恐れも大きくなる。配布資料の4を見ていただきたいんですが、これは私、共謀罪の審議のときにたびたび紹介させていただいた資料であります。しかし上川大臣は初めてだと思うので、今日は紹介させていただきました。これは岐阜県の大垣署というところで2013年から2014年にかけて、警察が利害関係者である企業と一体となって勉強会をやってた、自然エネルギーのですね、勉強会をやってた、複数の市民を、監視、長期間にわたって監視し、それをある意味情報交流してですね、対策まで立ててたっていう、そういう資料なんです。ちょっと時間の関係で、紹介させていただきますと、これ三角というのは大垣署でありまして、警察の方からですね、これこういう人物を、自然に手を入れる行為自体に反対する人物であることをご存知かというふうに聞いている。それに対して業者の側は、以前、ゴルフ場建設に反対したことを承知しているとか、地元の有料者からはあいつら何でも反対する共産党と呼ばれていると聞いていると。全然関係ないんですよ。関係ないけどこういうふうに、ことが議事録になっていると。でしかもですね、深刻なのはその次めくっていただきますと、一番下のところに行きますけども、一番下というか真ん中ぐらいですね。このような人物と岐阜コラボ法律事務所との連携により大々的な市民運動へと展開すると、御社の事業も進まないことになりかねない。大垣警察署としても回避したい行為であり、今後情報をやり取りすることにより平穏な大垣市を維持したいので協力をお願いする。それに対して会社は、当社としても今後地元交渉を精力的に開始する予定であることから、いろいろな情報交換をお願いしたい。で警察は了解したと。大臣、これね、まだ勉強会が始まった段階なんです。アセスメントも始まってない、杭一本すら打たれてないんです。その段階で大々的な市民運動とかね、平穏な大垣市を維持したいとか、こうしてやってくるともう大変な問題だというふうに思います。こういう警察が、しかも全く反省してないんですね、通常業務の一環ということで。これは本当にこうした人権侵害の危険というものを直視していただきたい。最後にもう一点だけ、警察だけではなくて検察についてもですね、人道上許されない事態が起きております。鹿児島県の大崎事件、これ再審開始という重い判断が3度もなされたにもかかわらず、検察は特別抗告を行いました。時間が参っておりますので、ただこれだけはね、
本当に人道上許しがたい。これは90歳なんです。90歳の方がこの方の命が尽きるまで検察は待つのかと、こういう声が上がっているということ、これも絶対人道上許されないということを強く指摘して質問を終わります。次に東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案、起草の件について議事を進めます。本件につきましては先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配布しま、いたしました通りの起草案を得ることとなりました。本起草案の趣旨及び内容につきましては委員長からご説明を申し上げます。東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者の方々に対する無料法律相談や東日本大震災に起因する法的紛争に係る訴訟代理、書類作成等に要する費用の立て替え等の援助について、法テラスの業務の特例